ジョン・ビング、ジョン・ビング、ジョン・ビング、1704年10月29日から1757年3月14日は、イギリスの提督、7年戦争初期のミノルカ島の海戦で、最善を尽くさなかったとして、軍法会議にかけられ、銃殺刑に処された。ジョン・ビングは、初代トリントン子者ジョージ・ビングの4、男として、イングランドのベッドフォードシャーで生まれた。 父のジョージも、提督で、ウィリアム3世の即位を支援し、その後は、数々の海戦に勝利して、王の信頼を勝ち取った。ジョンが14歳で、イギリス海軍に入隊する1718年、ゴロにはジョージは、財産と名声を見、重ねた輝かしい経歴を持つ提督と、考えられていた。彼は1721年に、ジョージ一世によって死者に助せられる。 イギリス貴族の財産と借位は通常長男が全て継承するため、ジョン・ビングには自分の領土を得る必要があった。しかし彼の海軍での急速な昇進には父、ジョージの意向が大きく関わっていたのだう。最終的に父と子の人生は全く違った結末を迎えることになる。当初、ジョン・ビングは地中海で任務に就いた。 1723年に19歳で会議となり、4年後には二十門、スループ、ジブラルタの艦長となる。彼は1739年まで地中海に配備されていたが、特筆すべき出来事はなかった。1742年、ビングはニューハンドランド総督に任命される。その後1745年に、少々1747年には中将に、 昇進した。ビングは総じて快適な海域に配備されることが多く、海軍のより困難な任務を体験していなかった。スペイン継承戦争中の1708年に、イギリスはミノルカ島を占領し、その後半世紀の間領有し続けた。しかしミノルカは、トゥーロン艦隊の脅威にさらされており、フランスは1756年に7年戦争が、 始まると、ミノルカ島に侵攻した。これを受けて、イギリス政府はビングに、マオン港のセントフィリップトリで救援を命じる。ビングは遠征の準備には、資金も時間も十分ではないと訴えたが、認められることはなかった。さらには出港命令がなぜか5日遅れるという事態も発生し、これは遠征の製品に決定的な影響を与えた。このため、 ビングに与えられたのは十隻の老朽化した人員不足の戦列艦でしかなかった。さらに要塞守備隊への増援として海兵隊を発出すれば人員不足は危険なまでに深刻化する。ビングは事前に残していた書簡でミノルカ島防衛を絶望ししており困難が明らかになればすぐにジブラルタルに引き返すつもりでいると述べている。彼はまたジブラルタルから 重要な報告書を海軍本部に送った。総督がマオン港への兵力派遣を拒否したのである。ビングは5月8日にジブラルタルを出港した。フランスはイギリス船体がミノルカに到着するまでにすでに1万5千人を上陸させていた。19日、ビングはミノルカ西方沖に到着するが増援を揚陸する前にフランス船体と遭遇する。 ミノルカ島の海戦は翌20日に発生した。ビングの船体は風上に占らないくらいし、ガリソニエール公尺のフランス船体に浅い角度で平行して接近していった。そのためイギリスの戦闘艦、デファイアンスが交戦を始めた時、ビングの機関、ラミリーズを含む後続艦は射程外にあった。デファイアンスは集中砲火でひどく損傷して、戦列を離脱する。 ラミリーズの機関艦長は戦列を崩しても、フランス戦隊中央部を攻撃することを進言したが、ビングは拒否する。同様の行動をとったトマス・マシューズ提督が、軍法会議にかけられたためである。結局フランス戦隊は、同規模のイギリス戦隊から無傷で逃走した。開戦の後ビングは4日間ミノルカ周辺に止まったが、フランス戦隊を再捕捉することはできなかった。そこでビングは、 一旦ジブラルタルに引き返し、負傷者を上陸させ、艦を修理した後に再度セントフィリップトリデ救援に向かおうと決断した。しかしこの計画を実行に移す前に、本国からの連絡が入り、ビングは解任、そして拘禁されてしまう。一方トリデは6月29日に降伏し、全勝兵はイギリスに送り返されることとなる。トリデの疾患は最初イギリス国民を憤慨させた。 ビングは本国に送還され、戦時含む規定違反として、軍法会議にかけられる。この規定は、当時的に対して、最善を尽くさなかった士官を処罰する規定が、改定されたばかりであった。これにはオーストリア継承戦争中の1745年に、44門、フリゲートアングルジーのベイカー・フィリップスという若い、会議が銃殺された事件が関係している。 アングルジーのエルトン艦長は砲撃により戦死し、その後指揮権を引き継いだフィリップスはフランスに降伏せざるを得なかったのだが、これが最善を尽くさなかったと判断されたのである。裁判ではエルトンの落ち度が明らかになったのにもかかわらず、フィリップスの処刑は海軍の高官たちに承認された。彼らは同階級の主官たちにはよく見せる寛大さを若い。 会議に対して発揮しなかったのである。フィリップスの刑はポーツマス白地で執行された。この不公正な審判はイギリス国民を激怒させ、戦時含む規定は交戦時に最善を尽くさなかった士官すべてを死刑にするよう改めされた。一方、ンブがミノルパで全力を尽くさなかったのは否定できない。彼は命を懸けてでもフランス艦隊を追撃するべきだったのである。 ビングの裁判では、強打、不忠実については、無罪とされ、ただ、最善を尽くさなかったために有罪だと判断された。軍法会議に戦時服務規定を歪める権限はないため、ビングは自動的に重殺刑が確定した。しかしながら、審議に加わった士官たちはビングが国王の特赦を得られることを期待し、海軍本部に口利きを依頼したのである。 刑罰の重さに加えて、海軍本部はビングに、すべての責任を負わせることで避難を逃れようとしているという、最もな見方が広まったため、当初はビングに厳罰を望んでいた、海軍士官や国民はビングに常敵になっていった。当時庶民院の議長だったチャタム博、ウィリアム・ピットは王に、陛下、庶民院は慈悲を望んでおりますと訴えたが、ジョージ2世は、 あなたは私に、庶民院の感覚が国民それとは違うことを教えてくれたと返答した。結局王の赦免は得られず、ビングの処刑は1757年3月14日に、戦列艦、モナークの艦上で執行された。ビングの処刑は、ボルテールの小説、カンディードで風刺されている。ポーツマスでカンディードは、海軍士官の銃殺を目撃し、こういうのである。 この国では時々帝徳を重殺した方が更新が育ちやすくなる。この時代の帝徳で処刑されたのはビングが最後である。そして22年後に含む規定は死刑、または違反の性質や程度に応じた他の望ましい刑罰と緩和された。また2007年にビングの子孫がイギリス政府に名誉回復を求めたが国防省は拒否した。 親族とベッドフォードシャーサウスヒルにある支援者団体は、これからも社名を求め続けると表明している。ビングの処刑は、イギリス史上最悪の合法殺人とも称されている。しかし一方では、海軍士官の引き締めに役立ったと評価されることもある。処刑によって、諸外国海軍に比べて際立って攻撃的な姿勢が、生まれ、質的な優位へと繋がったのである。 敗戦の危険を犯さなければ確実に処罰されると知った指揮官たちの奮戦は大英帝国の形成と防衛に貢献した。法律の殺人は海軍士官には単なる勇気と中誠以上のものが期待されていると荒っぽいやり方で示したのである。しかし政策としての成功は犠牲者の家族にとって何の意味もなかった。 サウスヒルのオールセインツ協会のビング家の納骨堂に、ある墓碑鳴には、政府の公正性に、不滅の傷を残し、青色艦隊大将ジョンビング閣下、政治迫害の殉教者として1757年3月14日、勇気と中世だけでは、海軍士官の生命と名誉が保証されない時代に、英民と刻まれており、親族と大部分の国民の見方をよく表している。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。